はい、どうも、皆さん。こんばんは。ゴーストクリーナー、みちおだ、ぴゅん。はい、今日もですね、幽霊なんかいないんだっていうことをね、証明していきたいと思います。はい、今日来てるのは、昔、なんかアパレルがあった場所で、ここ、廃墟なんですけど、うん、今もまだね、自分のアパレルが、もうここの店舗がね、もう、なくなってしまっているのにも気づかず、接客をしている店員のなんか幽霊がいるみたいなね、お便りをねもらったんで来てみましたけど、まあうん、まあ道場的にはうん、もう全く何の霊感もそもそもないですし、なんかそういう幽霊がいるぞみたいな感じはね、もうゼロなんですけどね。うん、まあまあいないですか、幽霊なんてね。うん、で、一応なんかこう、何ですか、トイレの花子さんの入ってますかじゃないですけど、なんかこう、サイズを聞くとね、なんか、サイズがね、なんか、お客さんどうしましたみたいな、こうなんか、店員の接客がね、こう、どこからともなく、聞こえた、みたいなね、こと言ってるんですけど、何されてね、学校の階段じゃないんだから、ピュン。ということで、はい、ちょっとね、中入ってみましょう。はい。はい。はい、来ました。はい。うん。今んとこなんかこう、なんかそういう感じはないんですけど、うん。ほんともう全然中入っても、全く幽霊の感じはありません。ちょっと言ってみますか。S ありますか？M ありますか？まあまあ、そりゃね。L ありますか？ L ない。ピンズはレジ。もういい？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 